近畿方言は、主に近畿地方で用いられる、日本語の方言の総称である、西日本方言に属する、上代から近世中期までの中央語である、機内語、近世情報語の系統を組む方言で、現在も東京方言や首都圏方言に次ぐ認知度と影響力を持つ。関西弁とも呼ばれるが、関西弁と近畿方言では指すものが、必ずしも一致せず、 例えば漠然と西日本全域の方言を包括して関西弁と呼ぶこともある。古代より近畿地方は中央部の低地帯を中心に発展した。中世以降は京都、近世以降は大阪が最大都市となって文化圏を形成し、言語面でも京阪を中心に比較的まとまった方言圏が形成された。京阪の方言を合わせて 情報語や計算語とも言う。近畿地方周辺では、四国方言と北陸方言に近畿方言的性格がよく認められ、特に近畿地方との交流が活発な徳島県は、言語面でも影響が強く、また、兵庫県淡路島との対岸同士では、方言差がほとんどない。岐阜、愛知方言も、文法やアクセントなどに近畿方言との関係が見られる。 近畿、四国、北陸の方言に共通点が多い背景には、かつては陸路よりも回路による交通の方が容易であり、瀬戸内海や日本海に沿って言葉がよく伝播したためと考えられる。近畿方言の主な特徴としては、語母音をはっきりと発音すること、京阪式アクセント、洋裕歌のようなウォンビン、ワヨシのような連用型による命令、断定、 規定と変の併用、春に代表される敬語体系などが挙げられるが、文法や語彙に関しては、近畿地方にとどまらず、西日本で広く共通し合うものが多い。ただし、京阪などでは、犬の使用や作業4便の消失など、東日本と共通する要素もある。奥村光雄が1968年に発表した区分案。中近畿式方言と、 外近畿式方言に代武し、外近畿式方言をさらに北近畿式方言、西近畿式方言、南近畿式方言、東近畿式方言に細分している。京都対大阪の違いよりも、大阪対、張馬や京都対伊勢の違いを重視している。田島北部、丹後西部、紀伊半島の一部は近畿方言から除外している。近畿地方では、 地域ごとの方言意識が高く、特に京都と大阪の間には強い対抗意識が存在するが、京阪双方が周辺地域に及ぼす文化的影響力の強さと地理的障害の少なさから近畿方言は他の方言区画よりは比較的均質である。近畿方言内での方言区画には様々な案が提唱されているが、自然地理的。 文化的条件を考慮しつつ、京阪からの距離を考えて区画されることが多い。すなわち、京阪とそれを取り巻く近畿中央部ほど一般に近畿方言的とされる特徴を多く備え、京阪から離れた周辺部ほど他の近畿方言との違いが大きくなる。一方で、古い言語状態を保っている。兵庫県田島と京都府単語西部は、行政上は近畿地方であるが、 方言においては、東京式アクセントであるなど違いが大きく、中国方言に分類される。また、紀伊半島で特に山岳が険しい奈良県奥吉野は、言語島として有名で、近畿方言的な特徴がほとんど現れない。経済活動や、広域放送などの面で、中京圏に含まれる三重県に関しては、愛知県との県境付近の伊ビガにアクセントなどの言語協会が走り、 奥、吉野などよりも、はるかに、京阪方言に近く、近畿方言に含まれる。近畿地方の主要都市である大阪、神戸、京都の方言を見ると、音声上はアクセントが、わずかに違う程度で、問題とされやすいのは、語法上の違いである。とりわけ、ドスとダスなど、京阪の違いが、よく対比され、近畿中央部の方言を、 京言葉圏と大阪弁県に二分する考え方もある。しかし、アスペクトの点では、神戸と京阪の間に著しい違いがある。各方言の詳細は、各項目を個別に、周辺の多方言と,との比較については日本語の方言の比較表を参照。上代から近世までは、日本の文化、経済の中心は畿内だったため、上代は、奈良盆地、平安時代以降は、 京都の方言が長らく中央語とされ、文語も平安時代の貴族の京都方言をもとに成立した。日本語の中で古代から連続して文献資料が残る唯一の方言であり、また文芸活動の中心地であったことから、日本語史を語る上で最も重要な方言である。長らくとが置かれた京都では、自らの方言を中央語と自負し、 た地方の方言を癒しめる風潮が形成された。中世末にポルトガルなどから来日した、宣教師も、公家の京都方言を模範とすべき有力な日本語として扱っている。歴史が変わるのは、江戸時代後期、江戸幕府政権の安定に伴って、江戸の町人文化が成熟し、日本の文化、経済の中心が、上方から江戸へ移行した時代である。江戸では、 商人文化の発展とともに、江戸言葉の地位が向上し、情報、江戸の二つの有力方言が並存、拮抗する、日本語史上唯一の事態が生じた。現代の関西と関東の方言対立意識は、こうした歴史背景から形成されたものである。国慶本、浮世風呂にも江戸女と、上方女の言葉争いの描写がある。髪型言葉が権威ある言葉とされた江戸中期まで、 江戸の上級武士や教養僧は、上方言葉を真似て話していたとされる。その後江戸言葉の地位向上に伴って、情報風の話し方は捨てれたが、一方で、情報風の言い回しは、老人の言葉、権威者の言葉として、歌舞伎や下作などで、ステレオタイプ化されていった。これが、わしは知らぬのじゃのような老人や古風な権威者の役割後の起源である。江戸時代は、 大阪がショートとして栄え、京都をしのぐ、情報最大の都市となった時代でもある。豊かな経済力を背景に、情報文化の一翼を担うようになり、言語面でも大阪方言が、京都方言とともに、上方言葉の中核となり、保守的な京都方言と、紳士的な大阪方言とで意識し合うようになった。1759年のシャレボーン、渡る味像氏にも、 以下のような描写がある。明治の東京テントによって、標準語は東京方言をもとに整備され、近畿方言は一地方方言に甘んずることとなった。反発はあったものの、標準語教育や標準語に対する規範意識の高まりなどから、近畿方言も標準語の影響を受けるようになっていった。1五十四年に梅沢忠夫が第二標準語論を唱えたこともあるが、 実現はしなかった。和社人口の多さや京阪神の文化力、経済力を背景に、近畿方言は依然有力な方言勢力である。特に、大阪弁は演芸を通じて、日本全国に広く認知されている。もっとも、演芸で用いられる、大阪弁は、全国の視聴者にわかりやすいよう共通語を交えたり、誇張したりする場合があるため、 船場言葉をはじめとする伝統的な大阪弁とは異なる吉本弁だと揶揄する声もある。近畿方言は単に認知度が高いだけでなく共通語や各地の方言に影響を及ぼすこともある。一緒、しんどい、ぼやく、まったり、むかつく、ややこしい、ヤンキーなど幅広い声が共通語に取り入れられたり、関東はバカ、関西はアホだったのが東京でも アホよりバカの方がきつく聞こえるものが多数派となったりしている。認知度の高さや近世以来の江戸、東京への対抗心などから近畿地方では自分たちの方言への愛着や自負心が強いとされる。実際2000年に大阪で行われた意識調査では東京の言葉に対しては7割が嫌い、どちらかといえば嫌い、地元の言葉に対しては9割が好き。 どちらかといえば、好きと回答している。しかし他の地方と同じく共通語化、東京方言化は進んでおり、若年層では、共通語や東京の若者言葉が混合した以下のようなスピーチスタイルが主流となっている。近畿地方には、京都の御所言葉、大阪の商人言葉や、芸能言葉、ークル話言葉、島半島の甘言葉、紀伊山地の林業や、 山岳信仰関係の言葉、伊勢の四島イカグラ言葉など、階層、職業別に多様な言葉遣いがあった。しかし、近代以降、特に太平洋戦争後、旧来の階層社会や生活習慣が大きく変質したため、多様性は薄れている。多様性の衰退は地域間でも起こっており、交通網の発達に伴う大阪を中心とした大都市圏の拡大によって、 関西共通語とも言うべき方言に均質化しつつある。例えば、互いに意識し合い、大きな違いを見せていた京言葉と大阪弁も、そのような明確な傾向が見られるのは、段階の世代までに限られつつある。演芸文化に支えられ、近畿圏の放送局のローカルバラエティ番組では、出演者やアナウンサーが方言でトークを進めることが、珍しくなく、 共通語の規範とされやすい NHK も例外ではない。方言がメディアという公の場で一定の幅を聞かせているのは他の地方ではあまり見られないものである。一方でメディアの強い影響力から放送で話される方言は近畿方言禁止化の一因にもなっている。2014年には Facebook が関西弁を公式サポートした。2019年 ビバルディが関西弁の公式サポートを表明した。文学、ドラマ、映画、漫画などのフィクションでは、ステレオタイプな大阪像を念頭に置かれた関西弁が強烈な役割語として、キャラクターの差別化の記号としてよく利用される。役割語の提唱者である金水里氏によると、フィクションにおける大阪弁、関西弁は、快楽、欲望の肯定と、 追求という性質を持ったトリックスターの役どころを表す記号であり、これは江戸時代における理想主義的な江戸文化と現実主義的な情報文化の対比に端を発するという。このイメージに関連して高度経済成長期以降、菊田和夫のがめついやつや花と箱の根性ものの流行から土根性というイメージも定着している。近代以降、 大阪発の漫才や演芸番組が、ラジオやテレビを通じて、日本全国で人気を博したことから、関西弁イコールお笑いのイメージが強く定着した。このことを、井上昭一が、関西語は、同化的な言い回しに、貶められていると否定的に指摘している。また、太平洋戦争後、近畿地方を舞台とする迫力ある作品の流行や、現実の近畿地方における、 凶悪事件の多発とその過熱報道などにより関西弁は暴力などの荒々しいイメージと結びつけられるようになった。フィクションでの関西弁については以上のようなステレオタイプに加えて大げさな誇張や誤ったアクセント表現によって不自然なエセ方言となりやすく近畿地方出身者にとって違和感や不快感の対象となることがしばしばある。 関西大学の黒田勇副学長もスポーツ紙などマスメディアにおいて報道内容に庶民性や現実味を付加するために関西弁が恣意的に使われることがあり、それは一方で関西弁を東京的な価値観からの逸脱者を表す安易な役割ごとなし、関西の文化と人々を傷つけるものであると指摘している。1980年代以降、 従来のステレオタイプな大阪像とは異なるイメージも生まれてきている。山下義隆によると若者を中心に軽やか、ファッショナブル、都会的、タレント的な面白さといったプラスイメージで受け入れられるようになったという。要因として関西をお笑いタレントの東京進出が活発化し、全国放送のバラエティ番組において漫才やコントの作り物のセリフではなく、 フリートークとしての関西弁を耳にする機会が増えたことや、大阪出身以外の関西タレントが増えて、近畿地方に対する認識が大阪一式でなくなったことなどが考えられるという。また、東京などの人が以前よりも関西弁を受け入れやすくなった要因として、共通語化で関西弁がマイルドになったこと、東京で活動するタレントの関西弁はさらに共通語化すること、 関西弁と共通語を TPO で使い分けるタレントが登場したことなどが挙げられるという。近畿方言の音韻体系は東京方言とほとんど変わらないが母音を丁寧に長く強く、音を弱く軽く発音する傾向がある。近畿方言でも母音は UAO の古種であるが、うは東京方言よりも唇を丸めて発音される。母音を丁寧に発音することから、 母音の無声化がほとんど起こらず、例えば、東京方言では、菊の木や、ガツの津が無声化するが、近畿方言では全てはっきりと発音する。赤い、明け、すごい、すげえ、寒い寒い,寒いのような二重母音あいおいういの、同化融合も、わたいわて、会計などの数例を除いて起こらず、紀伊半島の一部では、丁寧、丁寧のような、えい、えいも起こらない。また一般に、 微音前のうは、うまいんまいのように微音化しやすいが、近畿方言では、丁寧に、うっと発音して微音化しにくいという。一泊語ではほぼ規則的に、キキ、メメエのように母音が超音化し、特定の語では、やいと、やいとを、露地露地、去年、去年など一泊以上の語や、寝たい、寝たいなど語感が一泊の同士も、超音化することがある。一方で、 みゆき町通り五小町通り、早よ学校行こうはよ学校行こうのように、語中、語尾の長母音が単音化することもある。これらの現象は、和者の母音の長短意識が曖昧であることに、起因すると考えられる。語によっては、動く、動く、いのく、狐つねけつね、たぬきたぬき、にんじん見えるメールのように母音がよく点化するが、個々の単語に関わる問題であり、規則的、 体系的な音変化ではない。大阪市内の七夜看板シーンも東京方言とほぼ同じであるが、全般に東京方言よりも摩擦や破裂が弱い。火は超音部位が東京方言と異なり弱い響きで発音される。字と、つは、破裂音がほとんど聞こえず、古刀、語中問わず摩擦音である。摩擦や破裂が弱いため、死因の点化、混同、 脱落がしばしば起こる。近畿地方各地で、全然伝伝、身体化、だら、かららのようなら行音、打行音、座行音の混同が起こり、それを揶揄した、夜側の見るのんれ、はららぶらぶや、わらららくらりやという小話もある。また、作業音が特定の子で、しばしば、七夜ひちゃ、それなら、ほんなら、こな、山田さん、山田藩、しませんしまへんのように、 波行音化したり、わしわい、傘さ,さした傘さ,さいたのように脱落したりする。煙煙、寒い寒いのような魔行音と馬行音の交代も多い。奈良県などでは、キバキワのように、馬行音の和行音化も見られる。都市部から離れた地域の高齢層では、クワジのような豪用音、クワクワ、シェンシェ、ジェニのようなシェジェといった古い発音が残っている。中世の京都で行われた。 五中、語尾の微濁音の残存として、打行微濁音が、紀伊半島各地や淡路島などにあるほか、座行場行微濁音が、三重県島で、関社、安部など、特定の語の中に残っている。画行微濁音は、近畿地方の広い地域で聞かれるが、微音性、破裂性ともに弱く、東京ほど画行微濁音が意識されず、音素として捉えない和車がほとんどである。 東京以上に衰退が進んでおり、1999年の兵庫県高砂市での調査によると、画業美濁音を発音する人の割合が、70から87歳の老年層では74%なのに、対し、17から20歳の若年層では8%となっている。近畿地方は、京阪式アクセントの一大勢力圏である。京阪式は、 東京式アクセントと違いが大きく、近畿方言らしさを印象づける大きな要素となっている。一口に、京阪式と言っても、地下鉄、地下鉄、地下鉄や、東京、と、お京、と、お京のように、個人差、地域差があり、変化も起こっている。変化が最も進んでいるのは、京阪神であり、京阪式といえども、京阪から離れた和歌山県田辺市付近や、 四国地方に近代以前の伝統的なアクセントが残る。隣接する中国地方と東海地方は東京式であり、違いが明瞭である。近畿地方でも中国地方に続く形で、田島、丹後に孤立した形で奥吉野に東京式の領域があり、京阪式と東京式の接触地域には京阪式のやや変化したアクセントがある。また、紀伊半島の大浅市、 熊野市周辺には様々なアクセントが点在している。そうした地域では一泊後の超音化が少なかったり、母音の無声化や連母音変化が盛んだったりと、音音面でも他の近畿方言との共通性が薄い。これはアクセントと音音音の関連を匂わすものとして注目される。兵庫県西宮市の小売店にて和行五段同士の連用系音瓶や、 形容詞の連用型では、うおんびんを用いる。うおんびんは、五か末の母音によって、次のように異なる。五か末まつええおに変えてち音化。こうた、あこうない、五か末まつあいあいおゆに変えてち音化。ゆうとるたのしゅうない、五か末まゆう、そのままち音化。くうた、うすうて、五か末まおう、そのままち音化。おもうた、おもうなる歴史的には、 これらの母音交代は次のような連母音融合により成立したものである。英雄を赤く赤うあこあいゆうゆ楽しく、楽しう楽し w ゆう,ゆううすくうすうす、うおうおもくおもおも上記は、三音を除く西日本方言で共通するが、口述するように、近代以降の近畿方言ではこれらがさらに変化している。東京方言で廃れた活用型が一部残っている。 関東では近世に一段活用化した、悪、カル、シュム、タル、シデルなどが、近畿方言の多くでは、明治以降も五段活用のまま保たれた。各地の高齢層に、シヌル、イヌルのな業変革活用が、紀伊半島に、ッツル、ミユルなどの上に二段活用、下二段活用が残っており、滋賀県には、ケルの下一段活用の名残がある。一方で、ミラン、 寝れのような一段活用の五段活用化傾向が各地にあり、奥、吉野などでは、見れる、これるのようないわゆる、ラ抜き言葉が東京よりも早くに定着していた。前述のように、泡行五段活用の連用型で、うおんびんが起こるが、三音節ごと、空などでは、わろうたわろた、空てくてのように音びんが脱落しやすい。うおんびんではないが、持つと、行くでも、持ってきた。 いてまえのように、即音便が脱落することがある。作業五段活用の連用型で、和い手のようない音便が起こり、滋賀県など各地に、和い手はないせのような特殊な音変化が点在するが、近畿中央部では、傘咲いた以外は稀である。その他、島や、奥、吉野などに、及んだのようなが行発音便や、能だ、あそうだのようなま、馬行音便がある。 形容詞の連用型でもウォンビンが起こるが、近畿方言ではしばしば、アコない、オモナルのように、ウォンビンが単音化する。京阪では、五間末が愛のものは、楽しいないや、楽しないのようにう音を直音化させた形が優勢となり、本来の形は高齢層の語となっている。戦後にはさらに活用の簡略化が進み、アコない開かない。 食べとなる食べたなるのような股間型との統一傾向や黒いない赤いかったのような無活用化傾向も現れている。また、手に続く場合は、家庭表現、連用形たらの影響から、赤う手より赤かっのような形が多くなっている。近畿方言では、加藤になる、よろしゅうに言うといてのように連用型に、にを添えることがあり、特に大阪や神戸などで盛んである。 また、冬寒く、夏暑いのような連用中止法はほとんど用いず、冬、寒うて、夏暑いのようにほぼ必ず手が伴う。活用語尾が矢であるほかは、東京方言とほとんど変わらないが、各地で豆な矢のような連帯型から生じた二次的な終士型がある。また若い世代では、綺麗矢を、綺麗買った、綺麗花のように形容しかして用いることがある。 人や生物の存在を表す際、東日本では、いるを、西日本では、おるを用いるが、京阪と滋賀県などでは、いるを、中立以上の表現、おるを、ややそやで見下げた表現として、両方を使い分ける。いるに、信仰型を掛け合わせたイテル、いてる、いとるもあり、いてるは特に大阪で多用する。紀伊半島の一部では、古典文法そのままに、先生ないなぁ。 あそこにあらのように人や生物にも、ある、ないを用いる。あるの丁寧語に、おマイラスの点、おますがあり、大阪を中心に、近畿地方の広い地域で用いた。京都などでは、おわすの点、おす、大阪船場では、ござりますの点、ごわす、ごわすとも。用法は、ございますと同じで、ほんまで、おますのように、でについて、丁寧な断定を表したり、 よろしおますのように形容詞連用型に接続したり、する。否定型はそれぞれ、おまえん、おへん、ごわへん、おわへん。やは、近畿、北陸、岐阜県、四国の一部などに分布する。状態の断定表現には、やを用いる。室町以降、であるの変形、でアが、じゃ、江戸後期以降さらに、やと転じたものである。やにとって変わられた、じゃも、 罵倒など強い口調の際に、終始型でのみ用いる。だにはない活用型として、であってに近い過去中止系、やってがある。共通語では、だから、だが、だったらのように、だを文頭でも用いるが、やを文頭で用いることは、一般的ではない。やに惹かれてか、やら、の点、や、終助し、や、やんなど、近畿方言では、やを多用する傾向がある。 矢を表現に構造させる場合は、のを介して、のやとする。砕けて、にや、ねや、にゃなどとも。矢との接続は、のや、にやは、なのや、なんや、ねやは、やねやとする。共通語、のだ、んだと違い、形態にも、接続可能。ねやがさらに転じたものが、口述、ねんである。矢と体になる表現に、やないと、と違うがある。やないに関しては、や、 ないと解されることもあるが、正確には、ではないの点である。反語的な強調に、やある回がある。と違うに関しては、終止形、連帯型と、マスに続く連用型で、ちゃう、ちゃいますと転ずることが多い。と、の省略も、頻繁に起こる。近年では、若年層を中心に、違うかった、違うくてのように、違うを、形容詞的に活用させることがあるたちごて、 丁寧な断定表現には、出すや、どすを用いる。出やすの点、出すは、大阪を中心に、張馬から奈良県北部、伊賀付近まで、出オすの点、どすは、京都を中心に、丹波東部から滋賀県、若狭まで広がる表現で、共に幕末から明治にかけて、やや貴俗な表現として成立。成立後間もなくに、標準語として、東京の デスが伝播したため、中流以上には浸透しないまま、早いうちから衰退していった。現在は一部の高齢層と特殊な場面でしか聞かれない。デスと同様、形容詞には本来つけない。近畿方言では、敬語から無別語に至るまで、助動詞による待遇表現が発達しており、話中の第三者の動作に対して日常的に多用することが特徴的である。 敬語体系は、京都を中心に複雑に発達した。東京方言の敬語の基礎も江戸初期に、京言葉の影響を強く受けて形成されたものであり、おはようございます。しておりませんなどにその名残が見られる。明治以降は、敬語体系の簡略化や、共通語化が進むが、絶対敬語的な性格を保ち、共通語では、捨れつつある、素材敬語が、むしろ交流するなど、 共通語とは違う敬語の発達を見せている。紀伊半島などの周辺部では、近畿中央部のような女同士による待遇表現が発達しておらず、敬語がないとみなされることがあるが、そうした地域の方言では女子によって待遇表現を言い分けている。近畿方言の部別語としては、腐る、さらす、ケツカルなどがあり、中でも、ケツカルは非常に強烈な悪態語である。腐るは、 連用型と手に、さらすは連用型に、ケツカルは手につけて用いる。ケツカル単体では、ある、いるの比語を、さらす単体では、するの比語を表す。計判では相手に対して、なるべく丁寧に、へり下って表現しようとする傾向が強い。そのため、近代の昇化で、作用でござりましてござりますのような敬語が多用されたり、ぶぶつけでも、いや、 ぼちぼちデンナーのような遠曲法が発達したりした。改まった会話だけでなく日常会話でもその傾向は、あり、どういったれや、堪忍したってのような第三者的な命令、依頼表現はその典型と言える。共通語では陰ンンブレ礼とされることのある、させてもらう、させていただくも近畿地方から全国に広まった、敬語表現という。継承の、さんも、日常的に多用し、おはようさん。 おめでとうさんですなどの慣用表現、エベスさん、お東さん、住吉さんのような神物者辞名などにも、盛んに、さん付けが行われる。さんと、藩の使い分けは、喫水の大阪出身者でも間違えることがあるほど、難しく、大阪市出身の放送作家である、ニーの芯も、丸ごとなにわの芸人藩というタイトルを、芸人さんとすべきところを、 芸人版としてしまった本を出版している。女房言葉の応用で、お芋さん、お豆さん、おくどさん、あめちゃんなど、生活に身近なものにも盛んに継承をつける。動作や出来事がどこまで進んでいるかの違いを表す術後の景色をアスペクトと呼ぶ。否定、イワシを食べなあかん。不可能他の西日本方言と同様。 近畿方言では能力による不可能と状況による不可能を区別する。しかし現在では、両者の区別をしない、共通語の影響から近畿方言においても区別が曖昧化し、両者の混合型が用いられるようになるなどしている。医師、勧誘、水量滋賀県草津駅にて、医師表現や勧誘表現には、う、用を用いる。左辺では、固形の 小を保ち、下辺でも主に補助動詞として用いる場合に、固形の、こうを用いることがある。また、う、ように伴う超音は省略されやすい。水量表現は明治以降、やを用いた、終支形野郎が主流で、いったろう、赤かろう、中ろうなどの表現は古めかしいものとされる。丁寧型も、携帯収支系野郎であり、出す。 ドスの水量型も共通語、デショウのような形は取らず、出すやろ、出しゃろ、ドッスやろ、ドッシャロとする。また、共通語では、だろうは男性的な表現とされ、女性はデショウを用いることが多いが、近畿方言のロ郎に男性的な印象は薄く、女性も多用する。打ち消し水量も現在は、んやろ、ヘンやろが主流であるが、かつては、イを用いた。 共通語にはない未然形うまいという形もあり、各地で未然形うまいを勧誘表現に用いた。家庭家庭は連用形たらにほぼ一本化されている。例えば共通語では、行ったら、行けば、行きゃ、行くと、行くなら、行くのなら、行くのだったらなどと言い分けるところも、近畿方言話者は、行ったらと、行くのやったらで済ます傾向がある。特に、ならは、ほんなら、 ほなや、さいならなど、慣用表現以外ではほとんど用いない。ジュジュ近畿方言では、A が、してくれるよりも、A に、してもらうの形式を好む傾向がある。で、もらいたいという表現は、てほしいと言い、昭和以降全国にも広まった。てほしいの対義語として、ていらんがある。てやるは、たるや、ちゃると縮めることが多い。欲しけりゃくれてやるのような自分から相手への動作に、 対して、くれるは用いない。邪魔やさかい知りぞいたれや、感忍したってのように、手あるを用いた第三者的で遠極な命令、依頼表現がある。また、手あるの強い言い方に、てこますがあり、行てこましだろかのような喧嘩言葉や、何もええことないし、もうねてこまそのように自分の動作に、快逆性を込めるのに用いる。私益私益には、さすを多用するが、活用は、 田部ささん、イカしたのように五段化して用いることがある。さすを、連用経営安とする地域もある。砕けた文での各女子の省略が、東京よりも盛んで、共通語では非文となる、私の名前は田中言いますのような、と、手の省略も行われる。と、手の省略が起こるのは、言うと思うの前に限られ、とりわけ、言うの前での省略頻度が高い。という、と思うを、 中、友と、宿約することもある。頻繁に省略が起こる。各助詞は、目的各、おであるが、それ以外の各助詞でも一音節後の後は、省略が起こりやすい。近畿方言を特徴づける助詞には、ながある。現在では、幾分改まった表現として、共通語、ねえも併用するようになったが、依然として、関東助詞や州助詞、 呼びかけの感動詞として男女問わず多用する。英国の翻訳会社トゥデートランスレーションズの調査によると、近畿方言のナーは世界で最も翻訳が難しい言葉第3位であるという。似た表現に中世、近世で多用された脳があるが、現代の京阪神では脳はそやで男性的な表現とされる。ナーと脳は共に平安初期の京都で用いられた。 ナーから分かれたもので、そのうち、ナーは、室町時代に発生したとされる。ナーの他に、近畿方言で、特徴的な修助詞には次のようなものがある。近畿方言特有の助詞として、かとて、かててから転じた、かて、かってがある。接続助詞として、活用後の連帯型に接続して、逆接条件を表すほか、副助詞として、体芸や格助詞に接続して、共通語。 でも、さえの意を表す。文頭で用いる場合は、そやかて、そうかてとする。原因、理由を表す接続助詞として、近畿地方で広く用いる表現に、境がある。中世末の成立とされ、語源については、名詞、境の転用とする説や古語、家に由来するとの説などがある。境に、境で、酒などとも。大阪境に、 江戸ベラボーのことわざがあるほどに近畿方言を代表する表現だったが、現在の K ファンでは共通語からが圧倒的に優勢になっている。境のほか、大阪などのよってよってに京都の市、三重県、滋賀県などのでなどもある。近畿方言では複数の命令、禁止表現が発達し、強い表現と穏やかな表現を場面に応じて使い分ける。 ここでは、近畿地方で広く用いる語彙を取り上げる。なお、近畿方言の語彙はかつて中央語として、周辺地域に伝播することが多かったため、以下で取り上げる語彙も含めて、近畿地方以外にも分布するものが少なくない。例えば、大きには、近畿地方に限らず、西日本各地や東北地方の一部でも用いる地域がある。関東に、霊校など、飲食関係の語彙については、 近畿地方食文化も参照。ありがとうございます。